イスラエル空軍第254飛行隊はイスラエル航空宇宙軍の飛行隊である。別名としてミッドランドスコードロンと呼ばれる。第254飛行隊は運用機種をクーフィルシー2に更新した第109飛行隊から移管されたクフィルシー1を運用する飛行隊として1980年4月に初オール空軍基地で編成された。飛行隊長は イスラエル空軍で最高の撃墜記録を持つエースパイロットであり、この当時は予備役パイロットとなっていたギオラ・エプスタインで、その他の所属パイロットや要員の多くも予備役兵で構成されていた。1982年になるとキャンプ・デービッド合意に基づき、エジプトに返還される市内半島のエイタム空軍基地からネゲブ砂漠のラモン空軍基地に移動する。 第253飛行隊から移管されたミラージュ3の運用も合わせて行うようになった。このミラージュ3はアルゼンチンに売却の予定であったがキャンセルとなったものであった。1982年のガリラヤの平和作戦に参加した後、ミラージュ3は退役となった。1984年になると、より新型のクフル C7 の運用が開始され、 第254飛行隊のクフィル C1 はアメリカ軍に貸し出されることとなり、第254飛行隊は解散した。アメリカ軍にリースされたクフィル C1 は海軍及び海兵隊で F-21A ライオンの名称で呼ばれ、アグレッサー機として1988年頃まで運用された。ありがとうございます。